週刊ポスト弾丸記事、はい、特集ですね、に抗議し連載降板、編集部は謝罪と、はい、朝日新聞が報じていまして、2日発売の週刊誌週刊ポストが掲載した韓国なんていらないと題された特集をめぐり、作家の深澤牛尾さんが差別扇動であるとの理由で同誌での連載中止を申し出たことが分かった。発行元の小学館は深澤さんの意向を受け入れる方向だという、うん、また特集中の怒りを抑えられない韓国人という病理と題した記事については配慮に欠けたとお詫びのコメントを出したと、まあ、これ様々な分野にわたって軍事、経済、スポーツ、そういった観点からメリット、デメリットを調査したという特集記事なんですよね。で、僕もポスト読んだんですけど、そんな騒ぐほどかなと。そうなんですよ、あれ和田さん持ってましたっけ、ポスト。たまたまですね、はい、週刊誌買ってましてですね、たまたまって毎回買ってるじゃないですか。で、まあちゃんとやりだしたんだと、はい、で韓国なんていらないっていう特集で、このタイトルがすでにダメだということで炎上してましたよね、韓国なんていらない。でも月刊花田、はい、韓国という病ですよ今回特集。ウィルもそんなタイトルですね。そうそう、だからなんかこっちの言論誌は文句言われなくて、はい、こっちのね週刊誌の方は騒ぐのかっていうのもまず変ですよね。そうですね、はい、小学館なら、はい、騒ぐのに、そう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 、飛鳥新社なら、飛鳥新社なら、いいのかっていう、ワックなら、そうそう、ダメなのか、そう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 っていう問題もあるし、で編集部がこっちのね、はい、ポストの編集部が誤ったっていうのは問題ですよね。そうですね、あの記事が間違ってたら、記事がね間違ってるからこれを訂正しますだったら謝るべきですよね、編集部として。ところが配慮に欠けるって何ですかっていう。そうですね、はあ、いやさっきこの朝日の記事にも出てましたけど、韓国人という病理、この怒りが抑えられない、なんか10人に1人なんちゃらというのがこのパート2のあそこじゃないですか、ここですね、出てますけど、はい、これ元はといえば、はい、中央日報の記事なんですよ。そう、韓国側の記事だし、で韓国の医者たちのソウル大の医者とかが理事長の、大韓神経精神医学会が出したレポートなんですよね、だから韓国側の医者たちが集まった学会で出したレポートを中央日報が報じて、10人に1人が治療が必要なほどの高危険群であると、はい、そのちょっとこう憤怒調節障害だと。すごい障害ですね。そうそうそう、要はアンガーマネジメントができませんよということでしょ、急にこう煽り運転しちゃうとみたいなノリだと、急に切れやすいっていうのがありますよっていう、これ学会で出した論文をもとに朝鮮日報が、だから日本の報道がやったわけじゃなくて、はい、それを拾ってやっただけなのに、なぜ謝らされるのか。あれですよね、産経の加藤さんみたいな習字ですよね。そう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 。あれもだって韓国紙の情報でこういう話もありますよっていうのを紹介したら、それはダメだっていう意味不明の、だから韓国でやってることを今回日本でも全く同じことをあっち側の人たちがやり始めてこう騒いでるということで、そんなに問題なのかなと。で実際に見ればそんななんか別にっていう、そう、だからまあいつも月刊花田とか読んでる人たちがは知ってるわけですよ、まあまあ知ってるわけですよ、何年も前からやってるから。でこういうね、週刊ポストとか読む層っていうのは、まあ、これエロ本として読むっていうおっさんとかもいるから、その人たちもえこれ10人に1人もいるのかと、治療が必要って言ってるのかと、韓国側がっていうのを一般の人に知らせたくなかったっていうのが、もしかしたらあるのかな。でもこれもいつものお話ですけど、騒いだら余計知られちゃうじゃないですか、そうそうそう、ただ意味ないんじゃないかなと思うんですけど、そうだからまあ逆にこれ売り切れになっちゃったんじゃないかな、結構みんなコンビニで、そんなのそうなのっていうことで買ったんじゃないかと思ったんだけど、でももうこれ引用元が全然、そうなんですよね、普通に。いや、これちょっといいですか。はい、どうぞ。これ僕も見たんですけど、最後のとことか、結構いいこと書いてんじゃないかなと、まあ、そういう怒ったりとか、そのなんかいろいろ騒いだりとかっていうのは、韓国人の誰もがそうした言動を表に出すわけではないことは断っておくが、
韓国社会の構造を理解した上で、うん、改めて付き合い方を考える必要があるのかもしれない、はい、相手の性格を踏まえて、うん、心地よく冷静な距離感をお互いに決めていく、うん、それは個人間でも国家間でも幸せな関係を築くための知恵であると、うん、これその通りでしかないというか、相手を知った上で、はい、まあ、今後の日韓関係、はい、まあ、個人でも国家でもそうですけれども、はい、考えていくべきなんじゃないかなと。そうですね、全くその通りの話なのに、はい、まあ、やっぱりここに引っかかったんでしょうね、うん、怒りを抑えられない韓国人という距離という、はい、という部分に引っかかって、もう差別だと、うん、いうことを言ってるわけですよ、はい、で他のこの記事も見ていくと、はい、例えば東京五輪ボイコットなら日本のメダル数は2桁ぞとか、はいはいはい、観光では、うん、韓国人旅行者が日本で使うお金は中国アメリカのわずか3分の1、これなんてただのデータですからね。そうそうそう、差別でも何でもなく、商売やってる人は計算してるわけですよ、はい、中国人が来たらいくら使う、うん、韓国人が来たらいくら使う、うん、アメリカ人が来たらいくら、だからじゃあ同じ一部屋与えるんだったら、うん、まあ、ホテルでもね、うん、泊まるだけじゃなくて晩飯食う、ホテルで晩飯食ってくれる可能性が高いのは中国人かアメリカ人だねとか、うん、そういうのは絶対ビジネスやってる人は全部計算するわけでしょ。そうですね、はい、まあ、我々も以前対馬行った時に、うん、その観光関連の話聞きましたけど、はいはい、確かにいっぱい来てくれるんだけど、はい、韓国人がやってる店行ったりとか、そう、ホテルで泊まっても辛いラーメン持ってきて部屋で食ってるとか、そう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 、全然お金使わないから、じゃあそこまで、うん、その対馬に年間30万人とか来ても、うん、潤ってるのかって言えば微妙なところは、単価はすごく低いと、うん、でだからその来たからすごく潤るわけじゃない、うん、であとその逆に対馬ってその観光客を受け入れするような、うん、山とかね、はい、海とか作りじゃないから、うん、逆に自然が破壊されると、うん、人がいろんな山とか入ってって削れたりとかね、うん、そういうふうに道路とか整備し尽くしてるわけじゃないんで、うん、っていう問題があるからどうしたらいいかという話は聞きましたよね我々。そうですね、まあ、あと芸能の分野でも、輸出依存の韓流グループは日本市場がないと食べていけないと、はい、これもだって韓国市場が小さいというのは誰の目にも明らかであって、 それやっぱ海外、まあ、日本とか、まあ、別にアメリカでもいいですけども、うん、そういう市場に出ていかないと、で日本っていうのは近いし韓流好きが多いから、そう、市場がないと食っていけないと、はい、そうです、ライブやったりとか、まあ、ツアーで全国回ってその通りグッズ売りまくるっていう、はい、ことですよね。だから芸能事務所入った途端に、うん、最初から日本語練習するわけですよ、はい、5年くらいかけて、うん、日本語、まあ、13歳ぐらいでね、うん、に、まあ、事務所入って、うん、高校生ぐらいとかね、うん、の大学生とか、まあ、その20歳ぐらいになったらもうかなりもう日本語喋れる状態でデビューするっていう、うん、そういう投資をしてね、もう最初から日本で売ることを元にしないと、うん、韓国国内でやったってマーケット小さいからダメだっていうことをやってるわけですよ。だから、ね、韓国が日本と戦おうっていうかね、うん、こう敵対化すると、まあ、日本がシャットアウトすれば、うん、韓国の芸能界は困りますよという冷静な記事ですよね、うん、そうですね、はい、まあ、ただやっぱもう本当に見出しに煽られたんだなっていう人たちが騒いでるだけで、これもう本当に一番最初の大きな見出しでは、はい、禁断のシミュレーション、嫌韓よりも玄韓、はい、段階を考える、うん、厄介な隣人にさようなら、韓国なんていらない、日韓両国のメリットデメリットを徹底調査ということで、はい、そうですね、まあ、引っ張られたんだろうなと、はい、玄韓、段階、段階、段階っていうのは最近とか初めて聞いたの、立つっていうことですからね、はい、もうそこまで来たかと、はい、でも喧嘩って言っても、うん、まあ、僕なんかは喧嘩じゃなくて、うん、韓国好きですからね、まあ、そうですね、はい、こういうことを考える人もいるんだっていうことで、うん、やっぱり日本人の考え方じゃ、うん、世界では通用しないなっていうのを、はい、韓国を見ると一発分かりますよね、うん、そうですね、はい、ようやくこの流れに日本人も多くが気づき始めてきたのかなと、だから謝っても、うん、あ、謝っても決着つかない民族いるんだなっていう、うん、それで一回謝っちゃうと、うん、さらにもっとお金くれっていう民族いるんだな、でお金もらったのにそのお金も返さずに破棄するっていう民族もいるんだなとかっていうこととか全部やっぱ分かっちゃいますね、そう、日本人がやっぱ田舎者だったわけですよ、うん、世界は腹黒くてゆすりたかりの国はあるっていうことですよ、うん、それが韓国の情報をね身近に取ることによってみんな分かってくると。そうですね、はい、まあ、ようやく、うん、ネットのおかげでようやくですよ、そう、はい、そう、よかったなと、こっちが信頼を持って対応したら
向こうも信頼を持ってくれるわけじゃないということですよね、うん、そうですね、はい、でもやっぱその、まあ、合う合わないっていうのがあるので、はい、まあ、韓国と日本っていうのは合わないでしょうから、うん、付き合い方は考えた方がいいですよね、はい、そうですね。でこの週刊ポストにもう書かねえっていう人たちは、うん、それやっぱもう出版社と合わないわけですから、はい、そんな無理してその会社と仕事する必要もないですし、うん、はい、まあいいじゃないですかそれはそれで。そうですね、はい、はい、ただこのポストっていうのはこういう水着のお姉さんが乗ってるから、はい、ちょっと買うとき勇気いりますよね。水着どころじゃないですか本当ですか。水着の上行くやつもありますからね。こういうのちょっと買ったことない。なので買ったというか僕毎週買ってますからね仕事でもうコンビニで買うのも全然抵抗なくなりましたよ。もう全然、はい、女性の下着白書、はい、令和元年版とか、はい、これおっさんが読んでるわけですよね。そうです、はい、ちょっと そう考えてみると気持ち悪いですね、はい、そうそうそう。いやこのネットがある時代にわざわざこれでこれでっていう、ね、すごいな、はい、それで大体の載ってる漫画とかもちょっとエロ漫画ですか。必ずエロ漫画ですよ。あ、はい、あなるほど。そうです。あこういう感じですね、はい、あれこれ袋閉じですか。袋閉じです。和田さん袋閉じ開けてないじゃないですか。いやまだ開けてないですまだ開けてないです。あ、はい、そういう感じなんですね、はい、いやこれ実は、うん、あの D マガジンにもあるんですよ。はいはいはい。 D マガジンにあって、うん、こういうの見ると、うん、大体あの水着とか、はい、このお尻とかのショットに、はい、なんかのモザイクかけられてるんですよ。モザイクっていうかなんか四角い、そう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 、四角いこう黒みたいな感じで塗りつぶされてるので、こういう感じに載ってるんだなっていうのが、はい、今確認できました。そうですね、はい、そうなんですよ。立ち読みするのもちゃんと見えますんでね、はいはい、じゃあ何を進めてるんですか。いやいや、これはまだ買えるっていう本ですよ、はい、そうですね。これ超えた朝芸とか宝石とか あっち行くと本ちゃんものですよ、あっちはフラッシュとかもそうじゃないですか、はい、フラッシュとか、フラッシュとかね、フライデーとか、なるほどね、はいはいはい。あとあのプレイボーイとか、プレイボーイとか、まあまだそっちはこの辺ですね、うん、ちょっと朝芸とか宝石とかあっちまで行くともうあの本当完全成人誌の方になってますね実話とか、そうそうそう、はい、あ実話とか、そうそうそう、あの棚があるじゃない、はい、成人誌時々これも入ってたりするんだけども、はい、うん、あのそういうラインが一応ありますね、うん、僕は仕事なんでしょうがなく買ってますけど、もう仕事なんでって言えば何でも、はい、そうです何でも言い訳にできるかもしれません、ね、はいはい、そうです、はいはい、まあ、ポストは、まあ、謝罪これ必要なかったんじゃないかなと、まあ、朝日新聞みたいにこうデマをこう言いまくってたら、うん、謝罪は必要ですけど、はい、今回そういうわけではないの で、 そうです。だから中身に問題があるんだったら、うん、あの訂正謝罪っていうのはあるかもしれないけど、うん、中身問題ないわけですよ、うん、はい、煽ってるって言ってもね、うん、という感じですよね、はい、配慮に欠けたっていう、はい、配慮に欠けた、そうです。もうどこまで忖度しなきゃいけないのか。